えー、こんにちは、浦田健です。今日のテーマはですね、えー、金持ちを追い込む3つの保育網というテーマでいきたいと思います。前、え、回、ー、前々回かな、えー、相続税逃れの移住にメスが入るよという話をいたしました。えー、現在ですね、えー、海外移住をして、えー、5年を経過するとですね、 えー、国内財産以外ですね、海外にある財産は、えー、相続税の対象から外れるという要件に、えー、法律になっておりますが、これを10年に引き延ばそうということで、まあ、実質的に相続税逃れの移住にストップがかかるよという話でした、えー。その他にもですね、実は今年から始まった制度があります。それは何かというと、財産債務調書制度。 これがまずうあります。2016年1月からですね、えー、年収2000万円以上、それから資産規模が3億円以上の人はですね、この翌年のですね、えー、確定申告の時にこの長所、財産債務、 聴取を出しなさいといとうことになりましたこれは適切な所得税相続税の申告を促そうということで毎年申告させることによって相続税漏れをですねなくそうということなんですけれども、まあ、特にこの提出するしないに罰則はありませんが相続が発生した時にですね過少申告が見つかった場合にはですねこれ申告をしていないと。 えー、過少申告加算税が5%加算されてしまうことになります。もし提出されていて、その財産内容が間違ったとしても、 提出していいいれば過小申告加算税5%はかからないということになりますこれは資産だけではなくて財産債務ということになりますので例えば不動産を購入した時の借入れ金なんかも含まれることになりますこれはまだ提出している人はですね今年の1月からできたばかりの制度ですのでまだいませんが来年どれぐらいの申告になるのかということが注目されていますね それからですね実は2013年から始まった国外財産庁制度、これが2つ目ですね、まあ、あの制度的には1番目に始まった制度なんですけども、国外財産庁書ですので、海外資産5000万円以上持っている、これは負債も含めるんですけども、人は翌年の確定申告までに海外の財産庁書を出しなさいと、例えば預金、あるいは不動産。 不動産を購入するときに借りたローンとかですね、あるいは海外にある有価証券なんかが含まれるということです。これについてはですね、2013年から始まったんですが、13年、14年、15年ですね、の申告者数が先日、国税の方から発表されまして、8893人しか申告していないという実態があります。合計でで兆円とということですが えー、日本人のですね、えー、と金融資産、ね日本、日本全体の金融資産ですね、個人の金融資産は1500兆円と言われている中で、この3兆円というのは、ですねそんなはずないだろうという話だと思います。もっともっといると思うんですけども、えー、実際にはあまり申告をしている人が少ないんじゃないかなというふうに思います。新聞の報道では多くなってきたという報道でしたが、えー、僕の印象から言うと少ないんじゃないかなと。 もちろん私もですね海外移住する前はですね、あのー、これ申告を2年間連続で出していましたので、まあ、しっかり法律に基づいて申告していますけれども、まあ、これして申告しなかったらどうなるかというと1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金というですね明確なあの罰則制度がありますのでこちらは気をつけなきゃいけないかなというふうふに思います。 それからですね、昨年7月、2015年7月から始まった国外転出時課税制度というのがあります。これは出国税というふうに言われておりますが、1億円以上の有価証券、これは自,自社株も対象なんですけれども、を持って ている場合にはその含み益に対して15%の所得税を課すとで日本の住民であれば5%の住民税もかかってくるということですのでマックス20%の出国税がかかってくるということになりますこちらについてもですね申告しなかった場合には えー、相続があったときにですね、過少申告加算税が5%課税されることになっております。えー、もし申告していて、ですね、あのー、相続に過少申告があったとしても、ですねこの提出していれば、えー、5%は免れるということになります。えー、国外財産調書制度、それから財産債務調書制度、これは今年から始まりました。えー、それから昨年始まっている国外提出時 課税制度出国税ですね。この3つがですね。まあ、確実にですね、えー、金持ちをですね。えー、の包囲網をですね広げてえー、まあ相続税逃れを阻止しようというですね国税の本気度が見えています。これに加えて、先日お話したまあ、多分来年度成立すると思うんですけども、も、えー、相続税逃れの移住ですね。この5年という要件が10年に。 伸びれば、もうほぼ間違いなく相続税逃れで海外に資産を移動するということに対して、かなりですね方法が限られるというか、まあまあ、完全にシャットアウトされるのではないかなというふうに思いますなので、なんかこう、お金をこう逃がすというよりもですね、海外でガンガン稼いでですね、 たくさん納税するというようなマインドになった方が、えー、ポジティブになるし世の中も良くなるんじゃないかなと私は思います少なくとも私はそう考えておりますし、まあ、財産は生前、えー、に全部使ってしまいますので、まあ、相続対策も、まあ、いらないのかなという考えですけれども、えー、いずれにしてもこのような3つの方網も現時点でありますので えー、5000万円以上、あるいは、えー、2000万円以上の年収、それから3億円以上の資産をお持ちの方はですね、えー、ぜひ、えー、きっちりとした申告を心がけるようにしてください。それではまた次回お会いいたしましょう。